聖夜たちがジュデッカへ向かったと聞き、先を急ぐカノン、同じくアテナを追っていたシリュウ、ヒョウガと合流し、次々にスペクターたちを撃破していったが、灼熱の第五国に差し掛かったところで再びラダマンティスが立ちはだかるのだった。三巨頭の貴様がまたまたお出ましとはちょうどいい。雑魚続きで腕がなまっていたところよ。ラダマンティス、聖夜たちはどうした？ペガサスとオルフェはコキュートスの氷地獄に落とした。シュンは？シュンも一緒か？アンドロメダは？いや、あのお方はハーデス様として君臨なされた。何？バカな。それは一体どういうことだ？お前たちにいちいち説明する義理はない。チリュウ、ヒョウガ、先に行け。俺はこの男と差しで決着をつける。いいだろう。さあカノン、黒き谷の時の借りを返してくれるぞ。待て、ラダマンティス。自分だけで獲物を独り占めするつもりか？お前たちは。ミーノス、アイアコス。ほう、わざわざ三巨頭がガン首揃えてくれるとはありがたい。さあまとめてぶっ潰してくれるぞ。たった一人で我ら三人を相手にするつもりなのか？よかろう、教えてやるぞ、そのことの愚かさをな。今こそ見せてやるぞ、ゴールドセイントの真の力を。俺に歯向かったことを後悔させてやる。ファイト。このアイアコスがお前を攻撃する。3人まとめてかかってこなくて大丈夫なのか？俺一人で十分すぎる。アナザーディメンション。速いな、スピードが自慢か、アイアコス。何を驚いているのか。俺はまだ全速力ではない。さすが三巨頭といったところ。僕と味わえ、高速の剣を持っていることを忘れるな。まだ力を隠しているようだな。あまり油断している。全力を出す前に倒してしまうぞ。思い上がるな。これがどうしたアナザーディメンション。アナザーディメンション。アナザーディメンション。ウィナー。アテナに誓った忠誠の心、伊達ではない。これがゴールドセイントの力だ。